いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ゆうゆうさんですね。はい、一つね、買いましたということで。よいしょ、よろしくお願いします。で、あと、今日の PB と、発送の分と、あと、ちょっと銀行お振り込みの方もいらっしゃいますんで、まあ、そこ集計して余れば、最後の在庫反映を近いうちにしたいと思います。いやー、今日もね、炸裂してるんで、やっぱいいですよね。よいしょ。どのボックスにも全然普通にチャンスがあるんで、すごいっす。はい。まあ、こういう F2 とかね、チームロゴとかありますけど、ゲライルさん。キーさん。シャル。ですね。ハメルトン。ゾウさん。ペレスさん。オマックス。あ、通常だ。ね、グランプリが見えちゃった。はい、ウォルフさん。シュバルツマン。でいいのかな。で、マックス。あ、マックスだ。せーの。お、バリエーション。おー、バリエーション来ました。おめでとうございます。もう入れておきます。マックスだったらいいでしょう。OK でしょう。はい。まあね、あんまり F1 分かってなくてもね、全然いいんですよ。ね。ちょっと書いてありましたが。これからこう見始めればいいんです。ね。ね、だからこういうカードとかって本当そういうところ入り口をね広くしてくれるアイテムとしてはねいいですよね。うん。はい、ロイ君、ガスリー、リカルドさん、はい、ハミルトン、まあこういうのはね、ロゴとかしょうがないっす。ああ、フェラーリか。70周年。これはこれでいいかもしれないですね。パラレル。フェラーリだったら。うん。ね。はい。これはこれでありかもしれない。マグヌッセン。ベッテル、ギロド、あ、ロバーツさん、はい、99です。まあこれがね10シリとかだったらちょっと、はい、店長も立ち上がれなくなっちゃいます。一応これ3つ出てますね。で、ジオットさん、 F2、 このランド、ルキ、おお、ランドのルーキーいきました。で、最後ベッテル、これかっこいいんですよね。はい、で最後です。うん、ランドのルーキーですね。ありです。ラティフィーさん、ペレスさん、ホーナーさん、うん、で最後、あ、色ついてるな、ん、いや違うか、ん、オレンジ、金、マゼくん、マゼ君の金でした。はい、50シリですね。だから50、70喜んで、で、99とバリエーションっていう感じですね。それとまあランドのルーキーが出てますから、あとハミルトンがちょいちょいちゃんと出てくれてました。はい、ということで、うん、まあちょっと若手系ボックスだったかなっていう気はしますけど、まあマックスがねこれバリエーションですし、はい、ということでいいと思います。まあハミルトンじゃなかったんですけどね、まあそこはちょっと、はい、ご勘弁ください。楽しんでいただけたら OK です。はい、じゃあ3回いきます。右が店、お客さん、はい、いきます。あ、ちょっと待って、出してなかった、リフレッシュしますね。はい、3回いきます。1、
2、3。あ、ストレート、ストレートです。おめでとうございます。はい、ストレートでも一応店長やるんで申し訳ないです。はい、まあほぼ勝てないですけどね。1、2、3。八村君最後出ました。はい、店長はワンペアということで、こちらよいしょ。いや、20杯目喫しました。店長3日間ぐらい3営業日持った。はい、16-88、こちら一緒にお送りします。はい、ルーキーカードですからね。 NBA のティップオフ開幕の時のですから。はい、それとランドと、まあルーキーイヤーって感じでしたねまあ OK でしょね。はい、じゃあこちらで梱包します。ありがとうございました。